ゆ吉宮しのみや吉宮は、河内国和海軍にあったとされる利休。平城系の西野と最強とされた。奈良時代の神護系運三年から法紀元年頃まで存続した。八尾市青木北にある、ゆう神社の境内に、ゆ吉宮しのみの石碑が建っているが、俗に本紀などの詩書には、具体的な所在地は記されていない。 2017年時点までの発掘調査では、湯木神社から南へやや離れた場所にある東、湯計遺跡が、湯計寺及びその近くに造営された吉、吉野宮の所在地であった可能性が、有力視されている。聖徳天皇はこの地の出身の僧、道教を長愛し、大乗大臣前時さらに法王に任じ、天皇に準じた待遇を与えた。765年の企業行,行に際し、 安宮を設けて立ち寄ると、湯気寺に参詣した。769年、和気清丸の宇佐八万宮信託事件直後、利休を立て吉吉宮とした。利休は、道教の教理である若江軍を中心に、高安軍、大県軍の広範囲にまたがって設営された。河内国を河内職と改め、特別な行政地域都市、長官に、藤原雄殿麻郎、 河内大部に任じた。聖徳天皇は770年2月から4月にかけてによしよしの宮に行行し、その時に船の村寺清谷ら帰下人の男女230名、あまりが歌書を催したと俗に本気に記されている。しかし、8月に天皇は崩御。同郷が下野国へ下校した直後に河内職は河内国に戻されている。ありがとうございます。